お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、はい、ヒール三重視でございますね。ってことで、まあ、やっていくんですけど、これ元々のこのヒールの枠が、スケルトンで、このデッキが、まあ、僕がクラロを始めたくらいなんで、まあ、2年ぐらい前。まあ、大雑把ですけど、まあ、2年ぐらい前に、まあ、流行っていた、本当にもう初期の三重視デッキの形なんですけど、まあ、それの、まあ、スケルトンとアイスピンは正味どっちでもいいんですけど、まあ、ディガーがエリポンに飛んできた時用の受けでアイスピンが優秀なんで、アイスピンを残すとして、まあ、こちらのヒール三重視ですね。はい。で、やっていきたいなと思います。で、まあ、めちゃくちゃ高回転なんで、結構エリポンを、なんか最近入りの枯渇三重視とかもあるんですけど、そういったデッキよりもやっぱ回転が速いので、エリポンを置くのに結構意識していきたいですね。ってことで、まあ、ウッド流してアイスピでエリポンを回してですね。よいしょ。おっと、相手なんか攻めてきそうっす。これちょっとガゴムレだとザップで終わりそうだったので、まあここはシャアなしの三重視展開ですね。ここ本当は三重視展開したくなかったんですけど。でここは何で受けられるかな。まあゴースト。はいはいはい。はい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 。で、これを無視は多分さすがに痛いので、このナイトが優秀ですね。よいしょ。やばい。やばい。OK。OK。これ守れたのは十分ですね。しかも相手今ディガー咲いたから、ここでエリクサーポンプ置いたら、相手多分テンプレデッキのペックなので、ポイズンってきて、って感じかな。はいはいはい。で、まあ僕はヒールあるんで、相手がペックリーカっぽいっていうので相性はいいっすね。これもディガード守りますね。これアイスピでゴースト。あーやばい。これウッドでキングに行け。あー行かない。このウッドは僕下手くそでしたね。今のウッドが多分もう一マス多分なんかいい感じにしてれば、あのウッドで多分キングにディガーを追っ払うことができたと思うんですよね。ここはちょいとまた確認しておきます。ってことで、はい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 。苦しいですね、意外と。エリクサーボンボ置きたいんですけど、置いた瞬間の攻めが多分止められないから、一回ここはまた三重死亡ですね。よいしょ。はいはいはい。相手のエレキューのガゴの、まあ、10コスを一旦9コスで抑えれて、相手はまたこれにコストを使わないといけないっていうので、まあ、悪くない状況ですね。で、この固まったゴーストに、やばい。さっきからディガーが全然当たんない。あー、はい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 。まあそうしてきますよね。もうこれは美味しい。ここで、相手三重視を固めて出します。はい。はい。そしたら相手は、はこいつバカやん。ポイズンで美味しいわと思って、ここにポイズンしてくるんですよ。はいはいはい。で、これは逆にこっちのセリフで、まあ美味しいわっていうので、ヒールっていきますね。はいはいはい。ああ、待って！それは違う。それ。で、はい、延命からの、まあ、逆にカウンターですね。で、からの、こう、ガゴムで出したら、あ、しかもエリキ咲いたんで、はいはい、これでヒールで、はいみたいなね。よいしょ。えいえい、もうワンパン、終わりましたね。やばちょっと待って、これはやばい。やばくないですか？ワンパンっすよ。3000ぐらいを一気に持ってった。はいはい。みたいなね。ことがあり得るのがヒールでございますね。今のは自分でもびっくりですね。ということで、日本人の方ですね。相手はよろしくと。で、とりあえず、まあ、エリクサーポンプ置いて、このエリクサーポンプをマジで守りたい。はいはい。ファイヤーボールですね。なんで、今度は、この三重視に対してどうやってヒール使っていくかっていうと、まあ、三重視にファイヤーボール打たして、まあ、ザップとかウッド打たれる前にヒールをするか、まあ、ガゴムレに、あー、相手クロスボウか。ガゴムレにザップとか打たれたところをヒールで持っていくかみたいなところはありますね。相手クロスボウか。クロスボウの相手苦手なんですよね。これ相手は、はいはいはい、まあまあまあ、そうですよね。一回守って、
これはもう棒ですね。よいしょ。あー、まあ、D が当たるか。やばい。さては、やばい。なんだこのナイト。お前、帰ってこい。帰ってこい。いやー、痛いな、痛いな、痛いな、痛いですね。痛いんですけど、まあ、まだ僕はヒーローを見せていないっていうのが、まあ、勝ち筋ですね。勝ち筋。はいはいはい。で、このアーチャーは、我慢ですね。はい。いや、このアイスピアでも我慢していないんですよね。よし、はい。ずるいわ。もう相手クロスボウ構えしてるもん。ってことで、一回ここで待って。いや、ここでヒールしたところで相手コストあるんで、どうせ守られるんですよね。だから、ここにクロス置いたら今相手は、あれ使ったんで、ファイヤーボール使ったから、ここのガゴムレで守って、OK。で、多分、相手高回転で回してくるかな。早い早い早い。回転が早い、回転が。いやだー。お、頑張った。でもこれはチャンス、さては。これで相手は俺がヒール持ってるの知らない。あー、でもこのテスラがな、ずるいわ。ガゴムレ一発で処理って、チートぐらいずるいっすよね。はい。で、一回耐えて、もう一回三重子出して、で、もう一回ファイヤーボール打たせますね、これは。いや、打ってほしいけど、打ってこない。惜しい。はい。さて、これヒールするみたいなとこないですか。おー、相手もびっくり、相手もびっくり。うん、オッケーオッケーオッケー。これで一気にアド回収してからの、もう一回ガゴムレでここにファイヤーボール打たして、打ってこないな。ヒール回れ。あ、打ってくるんかい！ちょ、待って。打ってくるんかい。待って、これはやばいな。今のヒールが、もったいないんですけど、今相手は三重視してファイアボール打ったんですよ。お、相手一回、休憩と。さあ、な、僕は一回後ろからですね。で、あのクロスボウ、てか、ここでダメージ与えれなくてもいいんですけど、あそこのクロスボウを壊したい。逆サイ、とか、同サイしっかり攻めつつですかね。さあ、どちらを攻めるでしょうか。これは右。はい。ヒール打ってもいいけど、打たなくてもいいな。で、クロスボウ警戒のナイト。このマスケでテスラ処理して、でもディガーで賞味削っていく感じですかね。これ多分、あー待って、ディガーにヒール打ったけど、あんま意味なかった。やばい、やばい、逆や。ヒールゲー逆や。いや、待って、これは耐えれる。もうこれ、クロスボウここだけを警戒してれば、相手も早い、相手も早い。これ守られたら負ける。やばい、相手がうまい。待って、ウッドに、ウッド回んねえよ、この手札どうしろっていうんや。耐えてくれ、耐えてくれ。タワーよ、タワーよ、耐えてくれ。耐えてくれ、あー、耐えて。入ってない、惜しい。マジか、めっちゃいい試合、グッドゲーム。いや、もったいないな、あのディガーにのヒールが、もったいない、もったいなかったですね。いや、でも今のは相手も上手でしたね。はい、ということで、いやー悔しいですけど、まあここ勝って終わりたいですね。ということで、エリクサーポンポいって、まあなんでヒールは、まあ三重子に打ったり、まあガゴムレに打ったりみたいな感じで、相手の隙をついていくのが結構いいですね。あら。やばい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 ！まあ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 。まあこれぐらいはよくあることですね。エリクサーポンポ置いた瞬間に攻められて、まあ一気にダメージを与えられるみたいなことはよくあることなんで、ここで諦めたらよくないんですよね。この時点で、その、まあ、エリクサーはすごいリードしてるんで、で、これも無視っすね。無視っすね。はいはいはい。なんで、まあ、こっからか勝負みたいなのとこあるんで、
きましょう。でここは一応防衛して、でガゴムでどうせ穴埋めで処理されるのになんで撃つのみたいなことあるんですけど、言われるんですけど、結局ヤーム撃たれてもその間にガーゴイルの群れが防衛で働いてくれるんで、まあ結果出してもいいみたいなところはありますね。アナナイトに多分バルキリーミニペ、これはまあよくわかんないんでケースのアイテム、よし。でこれはもう三重視でセパレートする。でアナスパーキーはまあナイトで受けて ISP で固めるか、 ISP で受けてナイトで受けるかみたいなとこあります。 ISP で受けてナイトで、あーでもこれあれなんですよね、左の2体もすぐやられそう。待ってこれ無視してきた、やばい、それは違う、それは違う、これだって読み合み来て負けたくね、これスパーキーだけは回避したい。え負けたやん、あっさり、マジかよ、マジかよ、こんな終わり方あるってことで、今回は2敗しちゃいましたね。はい、ということで終わります。お疲れちゃんでした。バイバイ。